パリ五輪の出場権をかけ、熱い戦いが繰り広げられている女子サッカーのパリ五輪アジア二次予選。初戦のインド戦で快勝した日本代表のなでしこジャパンは、開催国である本田翠監督率いるウズベキスタンとの2戦目を前に、監督、選手たちから懸念の声が噴出しています。初戦のインドに快勝し、次戦の勝利に向けて期待の声が高まっているなでしこジャパン。そんな彼女たちの次戦は現地ウズベキスタン代表なのですが、 FIFA ランク50位のウズベキスタンは初戦で34位と格上のベトナムを1対0で破っており、不気味さを感じる相手に。実は昨年からウズベキスタン女子代表を率いているのが、 JFA から派遣され就任している本田監督と堤隆也コーチ。本田監督は日本のサッカーに精通しているだけでなく、二人三脚で指導されてきた堤コーチとの協力タッグでウズベキスタンを急成長させているそうです。本田監督はウズベキスタンサッカー協会からパリ五輪出場を課せられており、就任後すぐにアメリカやトルコで強化合宿や親善試合、さらには日本でも強化合宿を実施。日本ではWリーグの強豪クラブなどとトレーニングマッチをし、世界を経験させてきています。この中でパワーと高さを生かしたプレーしかしてこなかった選手たちが、自分たちよりも小柄な選手に圧倒されることに。その度に本田監督はボールタッチや相手との駆け引き、そして頭を使ってプレーすることなどを懇切丁寧に指導し、その結果は徐々に出てきています。今大会に向けてもアジア大会後みっちり1ヶ月合宿をしてきており、本田監督は日本やベトナムといった強力な代表チームと対戦できることを嬉しく思います。これからもウズベキスタン代表チームをより高いレベルに引き上げていきます、と力強く語っていました。そんな本田監督率いるウズベキスタンについて、なでしこジャパンの池田太監督もウズベキスタンについてはこの前のアジア大会で視察できました、前線にアイデアを持っている選手がいて、監督として本田さんもいます、我々の情報を持っているはずで、どう戦ってくるかと語ると、本田監督から過去に指導を受けたことのある猶本光選手たちも、手の内を知る人物と敵対することになかなか難しい試合になりそうですね、と最大限の警戒をしていることを語ってくれており、楽しみでもあり気が抜けない一戦となることは間違いないようです。そんなウズベキスタン戦を前に、日本のファンの方々からはウズベキスタンは本田翠監督のもと急成長中で不気味な相手だ、監督があの本田さんなの、こりゃウズベキスタンは手強いな、日本は要警戒だ、といった声が続々と寄せられています。そんな注目のウズベキスタン戦は日本時間10月29日21時からキックオフとなっており、 NHKBS1 サブチャンネルで生中継されることとなっています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。ウズベキスタンは本田翠監督のもと急成長中で不気味な相手だ。初戦のベトナムとの試合見たけど、なかなかウズベキスタン強いな、こりゃ簡単には勝てなそうだ。ウズベキスタンがベトナムに勝ったの？これは日本は次絶対負けられないやつだ。元ボニータ監督の本田翠氏率いるウズベキスタンと対戦なのね、これは見逃せない戦いだ。次戦の相手は FIFA ランク50位で本田監督率いるウズベキスタンか、
格下には見えるがベトナムを1対0で破っているので油断大敵だ。次戦の相手は地元ウズベキスタン。監督が本田さんなんですよね、確か。大丈夫か。ウズベキスタン女子サッカー監督は日本人なのか。え、あの本田さんなの。こりゃウズベキスタンは手ごわいな。日本は要警戒だ。次は重要なウズベキスタン戦。フィジカルコンタクトが強いと思われるので、当たり負けしないことと球離れを早くすることが大切だと思う。楽しみだけど不気味でもある本田監督。どんな戦術を当ててくるのか楽しみでもある。ウズベキスタンが1対0でベトナムに勝ってるのね。さすが本田さんと言うべきか。これはグループステージ第2戦も気が抜けないですね。ウズベキスタンは監督が本田みどりさんで、なでしこの特徴をよく知ってると思います。不気味ですが勝てると信じます。本田監督のウズベキスタンと思ったよりも早く対戦が実現してて怖いんだけど。本田みどり監督が率いるウズベキスタン代表には注意が必要だと思っていたけれど、ベトナムとの一戦で確信に変わった。本田さんが異国で奮闘してるようだね。アメリカや日本にも合宿に来てるし、選手たちも上り調子だろう。決して油断はしないように。次節の本田みどり監督率いるウズベキスタン代表戦が楽しみでしょうがない。次の試合、ウズベキスタン観客いっぱいになる完全アウェーが考えられるから、日本にはしっかりした準備をしてほしい。現地開催だからウズベキスタン戦は完全アウェーゲームで、グループリーグ上位対決、絶対に負けられない戦いってやつだ。勝利を信じて全力応援します。